こんにちは、レンです。こんにちは、山田さんです。山田です。もうおなじみのコーナーになってそうなってきたね。前回初金髪してもらって、うん、やりましたね。大好評でした。心配だった、すごく。YouTube も似合うみたいな、たくさんいただいたよね。すぐ見たもん、俺もコメント。よし。あっから多分1ヶ月ぐらいですかね、今、うん、多分、うん、そうだね。そう、1ヶ月ぐらいやって、最初はやっぱ新鮮というか、次の朝起きて鏡パッて見てみたいな、やってんのかみたいな、うん、なってたんですけど、そうそうそう、やっぱ馴染んでくるというか、うん、だから自分が似合わせに行くでしょ。ああ、そうそうそう、そうそう、その能力があるから。顔が髪型に合ってくみたいな、うん、オーシャンなんとかのオーナーさんがそう言ってたのよ。あ、美容室の美容室、あ、オーシャン東京、ね、オーシャン東京、はいはいはい、オーシャン東京のオーナーさんがそう YouTube で、うん、顔がその似合わせに来るからみたいなんですね。それもでも本当あるよね、うん、やっぱり、うん、それだと思って、だからもう今何のその違和感もない。そうだね、うんうん、もうなったよ、あれだ。そうけど、でも黒にしちゃおうかな。なんでね。黒のショートをやっぱ見たいっていう人もやっぱ、うん、リアクション、そうですね、うん、俺も見たいから、ちょっとその誠実な感じになるのかなと思って、今日は白 T ジーンズでシンプルに、うん、で、今の季節でね、ちょっとやっぱ焼けてるから、うん、焼けてて、黒髪でウェットとかと、かっこいい、なんでこセクシーなで、どんどん話が自分で上げちゃってる。そんな感じです、うんうん、今日は、はい、ちょっとお任せします。はい、よろしくお願いします。お願いします。行ってみましょう。はい、お願いします。じゃあまずね、どれぐらいの短さにするかだよね。うん、やっぱ結構伸びたと思うんですよね。伸びたね。この根元の黒ももうはっきりなんかこう見えてくる感じな、うんうん、でも長さは金髪にした時ぽい感じだよね。うん、なんか同じぐらいね、外人さんのなんか坊主が伸びたぐらいの、うん、あの無造作な感じの方がやっぱいいよね、うん、のイメージかなと思いました。結構もうバチバチにつけたい感じでしょ、スタイリング剤は。そうっすね、うん、黒の時はつけるよね、多分ね、うん、がっつりね。 OK です、似合わせます。それだけみたいな。っていうか打ち合わせ短っ。参考になるねやってんのよ。でもまあ聞かれるんですよ、そういうコメントとかでも。ああ、そうなんだ。こういうのにしたいときにどうオーダーしたらいいですかみたいな。ああ、うん、まあ多分レンさんの写真持ってってね、見せてる人が、まあ、多いのかなと思って、うん、多分それってそのお客さん側が美容師さんにそう言っても、うん、その伝わり方ってその美容師さんそれぞれじゃないですか。それはそれはある、うん、だから確かに聞いちゃう人もいるかもしれないんだよね。みたいな、そうですね、綺麗にした方が良くないみたいな、うん、あ、まあ、そしたらやっぱね、プロに言われてるからお客様もあ、そうですねっていう風にやっぱなっちゃいやすいと思うから、うん、すぐそうなっちゃう。そこがね、ちょっとやっぱ難しいなって思うね。難しい、感覚の話っすよね、もう、うん、そう、全部もう感覚の会話だから、うん、髪の毛って、ね、うん、だってきちんとこうなんか切ってるのになったらちょっと違うよね、うん、ね。まあそれはそれで似合うんだろうけど。ちょっと恥ずかしくなっちゃう。そうですね。じゃあそんな感じでいきますか。おっす、はい、大丈夫ですか。お願いします。じゃあ一回シャンプーしましょう。はい、はい、今こんな感じです。金髪見納める、うん、黒に染めるのに白い。黒い液体だと思う。確かに違うんですね。そうそうそう、子供みたいな気も。でもやっぱり絵の具的な感覚で思うよね、うん、その色に染めるんだから。そうですよね。あ、なんかちょっとグレ
っぽくなってる。そう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 。あ、ほんとだ。すごい。ファン。不思議。なんか嫌だな、嫌な、嫌な4文字がな。おかしい、あんま聞いたことない。まか不思議の。ま取っちゃった的な。書けなかったな、金髪。もう。パンって終わるからね。でも金髪のレンさんが一番好きですみたいな人もいてくれたりしましたよね、うん、なんか怪しいな今。なんかちょっと何が絶対に女の子だよね今の。そうだ、間違いない、はい、なんだ今の怪しいな。あ、顔が歪んでます。てくれんならじゃあ金髪にしよっかな。その喋り方も女の子にのやつだ、ね。いやでもレンさんの好きな色にしてください。ちょっと女の子だな。会話してます。結構なコメントとかじゃないですか。往復してるね。はい、ちゃんと会話してるやつですね。で、そのさっきさ、ブナがうんこしてる間にさ、まあ言うなって山田さん動画で話してたんだけど、バッサリいって。はいはい。まあ、この間ぐらいの長さにして、うん、そっからちょっと2年間ぐらいまたかけて伸ばしていこうと思ってるんだけど、うん、伸ばすの？うん、だその伸ばしていく、うん、その段階を、うん、次はちょっと動画に収めていこうかなみたいな、うん、この長さの時はこうアレンジするといいよみたいな。またロン毛に戻るの？うん、あのね。マジですげえ体力あるよね。俺無理だもんな。すごいわ。そうでもなんか結構その途中どうしていいかとかはね結構聞かれるんでね。うん、そうですよね。そう僕も気になりますよ、うん、で途中でみんな嫌になっちゃって気分って。そうなんですよ。当事者がいたわ。はい、何回も断念してそんな時にさ、うん、こうすればロン毛まで持っていけるよみたいな動画があったらどうよ。めちゃくちゃいいじゃん。いい声になっちゃった。通販番組。途中も格好つけたいもんね。すぐ帽子に逃げちゃいます。そうですね、あのロン毛伸ばし時期というか諦めだよね。うん、本当そうですね。その俺ロン毛の時は別にロン毛の人に意識向かなかったんだけど、うんうんうん、短くしてからさ、うん、そのロン毛の人はあ長えと思うんだけど、うんうん、やっぱロン毛ってなんかロン毛なだけで雰囲気出るじゃないですか。まあそうだね、あれはずるいっすよね。ああそうだと思う、うん、ずるい雰囲気は出やすいね、一発で、うん、絶対お前短くしたらみたいな。なんだどうした。なんだ普通だぞみたいな。悪いこと言おうとしたでもね、それなりにハードルは高いよ。すごい似合ってるかどうかっていうと、またね、ちょっと雰囲気でごまかしちゃってるみたいなこともできるからね、そうですね。最近、あ、これはこう言うんだっていうのを思いついたんですけど、ブナとか俺ってゲシュタルトイケメンなんですよね。バン、どういうことだ。それあのよく文字とかずっと見てるともうわけわかんなくなってくるみたいなあるじゃないですか。ああわかります、その感覚。同じ見って本当にこんな感じだったっけみたいなのに陥ることがたまにあるんですよ。ああ、なるほど、錯覚的な。そう、それゲシュタルト崩壊って言うんですけど。そう、俺とレン同じでいいのそれ。うん、俺もなんかそうだと思う。なんかずっとぼーっと見てると、あ、なんかかっこよく見えてんのかもみたいな、あイケメンなのかもみたいな。でも実はイケメンじゃないのよ。確かにね、うん、おい、パンツごとで見たら難しい反応に困る。パンツごとで見たら俺多分相当ブサイクだと思う。雰囲気な部分はエンさんって多いよね、うん、雰囲気です。でもそれの方が実は世の中ではハードルは高くて、それが多分出そうと思って出せないものだから多いんだと思うけどな、見てる人が。その顔やめて。あなた褒めすぎですよ。僕もね、あの視聴者側にいるから見てて、ま、確かにねっていう顔しちゃってたわ。何言ってんの。誰でもいいんだな。ま、
花沢くん系の。はい、はい、行ってくるね。こんなセリフいらないのよ。真っ黒だ。黒、なんかもう黒が新鮮だもんな。金髪だったから、グッてやっぱ締まるよね。うん、なんで腕組んだの。すごく恥ずかしいんだよ、お客さんあるやん。中の手がどうなってんのか。ピアスの存在感が増したな、黒になっただけで。ああそうだね、これが特にシルバーだからね、うん、比較しましょう。はい、まだシャンプーの余韻が残ってるもんな。そういえば、はいはい、ニジプロジェクト、はいはい、メンズ、うん、はいはい、募集し始めたね。あ、そうなんだ。そう、20歳未満だそうです。あ、そうなんだ。はい、物理的に無理です。無理だ。なんで募集見てんねんって話なんですけどね。来たって思った。多分全男子が思ったろ。全男子が。美容師さんって専門学生の時いろんな色にするじゃないですか。あー、髪の毛ね。山田さんもやってたんですか。いや、それもめちゃくちゃやりまくった。なんかね、前のサロンがね、ちょっと結構変わってて、はい、変にカッコつけさせてくれない感じのサロンだったから、なんかね、お客様に自分の頭で笑いを取るみたいなね、こんな感じになってたから、めちゃくちゃだった俺の頭。そうなんだ、うん、なんか眉毛を僕は剃り落として、はい、ここら辺に眉毛作って。マジっすか。こんな感じでやってるけど。とかね、そういうありえないことをやって、あとはこの帽子かぶってるところをさ、今残ってるとこあるじゃん、うん、それ以外全部丸坊主にして、もう取ったら何もないみたいな。マジっすか。笑いどころじゃん、みたいな感じで。人笑い取るみたいな。あ、まあそれをやんなきゃいけないというかね、うん、そういう風にして楽しませるみたいな。うん、そう、そういうとこだったのよ。まあ、だから、まあ、その分じゃないけど結構技術はしっかりしてたかな。あ、まあ、そんなことやって下手くそだったらマジやばい。まあまあそうですね。ただのクソサロンになっちゃう。山田さんその道通ってないのかなと思ってた。もうでしょ、今すかしてるから、うん、そんだけで全然損じてないんだね。てるな、うん、ジンドック。なんでだよ、やぼったいが褒め言葉になるんだろうね。確かに。ああ、否定しない。やぼったいが褒め言葉になる。どういうこと、どういうこと。なんで確かにっていうの。いや、なんか いい意味でこうやぼったいって使えるというか、レンに向けてだと。あ、ブナにやぼったいは違う。いや、もう悪口だよ。あ、そうなの。レンだとすごいいい言葉になるよね。ああ、だ、洗練されたとか、俺逆に都会的なとか。ああ、悪口ディスだもん。レンに対して。ああ。そっちじゃないっつって。ああ。なんか前回この短さ見てるから。そうだね、黒でその短さから金髪だよね。うん、何のコメントも出てこない。その件に。その限度的な。そうそうそう。そっかそっか。そこも好評でしたけどね、コメントでは。うん。黒の短いのもいいみたいなのも結構あったから、だから今そこになってる。うん。なんかこれ別にその動画回してるとか関係なく。うん、鳥肌が立った話なんですけど、細田守監督
いるじゃないですか、はいはい、あの人また映画出すじゃないですか、うんうん、あなんかそれであのジブリの監督なんだっけ宮崎駿に憧れてでジブリを受けたんだって、うんうんうん、あはいはいはいそうで2枚その自分の絵を持ってきなさいって言われたとこに、うん、150枚持ってったんだってあそうなの俺が、うん、でその面接で宮崎駿と喋って、うん、で結局受からなかったんだって、うん、でその合否通知の中に手紙も入ってて、うん、あなたはそのジブリの歯車になっちゃいけないみたいなはあれもう何でもいいから自分の作品をまず作りなさいみたいなのが書いてあったんだって、うんうんうん、でももう受かりたくてしょうがなかったからさ、うん、その時細田守はその手紙をクシャクシャクシャってやって、うん、シャクシャッってバンって捨てたんだって、うん、けどまた我に返ってそのクシャクシャにした手紙をまた伸ばしてさ、うん、いやこれは捨てちゃダメだっつってそれ自分の作品入れてた額縁にはめ込んだらしいんだけど、うん、なんかその手紙自体のさ、うんうんうん、その価値というかあでそのくしゃくしゃだからもう成り立ってるものになったわけじゃんそのストーリーがあるから、はいはい、くしゃくしゃでなきゃいけない手紙ってすげえなと思ってさ、うん、なんつうの本来だったら綺麗な方が絶対に見栄えはいいじゃないですか、うんうん、額縁に入れる手紙なんてでもそのストーリーがあるからこそそのくしゃくしゃの方がその綺麗なのより上回ってるって、ね、なんかすげえなそれって思ってすげえ感覚的な、うん、話なんですけどだからどうこうしようとかじゃなくてそれ聞いてなんか鳥肌立っちゃった、うん、うまくこう言葉で説明しづらいけど、うん、狙ったわけでもないからねそれはねそうそうそう、うん、その時の感情によってそうなった、うん、言ったらそのお話ができたそれ丸ごと価値だよ、うん、ほんとそうっすねルナには分かった今の分かったよ何なのよ何それルナにはみたいな子供じゃないんだからそれをその自分のやってることに転換するとどうなるのか分かんないけど、うんその感覚って絶対重要だなと思って、うん、そのものづくりとか、うん、絵描きとかってそれがどうすればそうなるかは全然わかんないですけどねそうだね、うん、濡らし確認おっすでそれで頑張った結果このジブリからあのハウルの動く城で監督やりませんかってオファー来たんですすごいお話じゃないすごいお話だし何今のま噛み締めるな話しての話し方してんだやってもらったどこを触れっていうの確認していただきたい一回後ろ見てはいおお全然でも金髪と見え方変わりますねそうやっぱりこういう短いところの髪の主張が金より出るんだうんそうっすねそうだから怖
こういう襟足とかもちょっとある坊主みたいになって、うん、かっけえかなみたいな、うんうん、綺麗になっちゃってるから、うん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 、そこら辺はこうもうバーってやっちゃっていいんじゃないかな、うんうんうん、かっこいい、かっこいい、はい、はい、完成で、完成しました。はっ、同じコメントしていいですか、うん、あ、鮮度が消えちゃったねそれが難しいね、やっぱ撮影って。なんか流してあげてもね、こうやってもちろんやってもいいし、うん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 、こうやって黒さにしちゃってもいいし、なんか若返ってはないんだよな、黒くなって短髪になったの、うんうん、すげえいい感じです。うわー嬉しい、あざます。ちょっと立ってみようかな、見てみて、はい、あーいいね、かっこいい、うん、回ってください、すいません、うん、あーいいですね、いつもより滑らかで周り慣れてる白 T 合うな、うん、黒髪ショートはこれこの間買ったあれもユニバーサルオーバーそれ俺のはいはい、うん、うん、ワイルドだな、なんかなんかね、うん、かっこいい、いいね、ありがとうございます。いや、もうバッチリです、完璧です。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました。うん、やっぱしっくりくるな、黒は。でも、もうこの短くするのはもう今日で最後です。おう、もうこっからまたちょっとロン毛にしようと思ってる、うん、旅に出るんですよで、その理想のロン毛になるまでの過程をまたちょっと山田さん手伝ってもらって、ね、中途半端な時にどういうスタイリングにするとロン毛まで持っていけるのかみたいなのをちょっとこれから撮っていこうかな、うん、まあ、その途中もね、やっぱかっこいい方がやっぱいいしね、うん、参考になればいいですよね。そうですね、なんで多分次はそれが始まる感じだね、うん、お願いします。最初の方はあんま変わらないかもしれないけど、ね、じゃあまたよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ終わりにします。はい、ではまた。